てんてててててれれれてれれれれてウィニングポスト82017はご覧のスポンサーの提供でお送りいたします。皆さんこんにちは、湯豆腐にはポン酢でしょうです。 G1 制覇の旅第133夜、本日のメインはアイルランドチャンピオンステークス、エース帝王が出走します。ここで勝利し、次走の凱旋門賞へつなげましょう。そして爆心王がセントールステークスに出走します。スプリンターズステークスへの勝利に向け、ここも負けられない戦いです。おはようございます。考えたんですけども、今日8レース取ります。 4-4 で分けようと思ったんですよ。9月の2週が4レースで、明日4レースみたいなこと考えたんですけど、そうなると明日 G1 ないんだよね。なんで今日はもう9月いっぱい全部取っちゃいます。帝王のアイルランドチャンピオンシップが、メインですね。で、インディゼロ、爆心王、ターボ、ダンスクライシス、あと北斗ベガのデビュー戦ですねを取っていきます。まあ8レースあるけども、結構こうトン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 っていけばパッと終わるんじゃないかなと思うんですよね。追うか、差しがいいんだけどな。16番ってことは大外か。追うでいってみますか、追うでいってみますか。買ってくれよ。アイルランドチャンピオンステークスか、チャンピオンシップじゃないか、ステークス、ごめんなさいね。こちらアイルランドのレパーズタウン競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。セルカール、これは好スタート、綺麗なスタートを切りました。ウォーターカット前に行きそうです。アイアンバウンド、それに続いています。さらにはセルカーク、3番アイアンまで行くとアイアンリーガーって作ってほしいね。後方からもう一度先頭から見ていきましょう。ファンモア先手を取りました。すぐ後ろにウォーターカット並んで、6番ラウンドサンシャイン、その外にアイアンバウンド、その隣にサファリウィッシュ、その横にアイアンオリーブ、パーシャンジュノー、すぐ後ろ内からはインバイト、並んで2番ラヒブ、その後ろからはストーンオーシャン。では前の方から見てみましょう。セルカーク先手を取りました。その外からスカイクリーク、その後ろにラウンドサンシャイン、さらにはファンボア、ここは勝ってほしいぞマジで。続いています。ここで各馬第3コーナーのカーブに差し掛かりました。では前の方から先手を取ったのはセルカーク、その外にスカイクリーク、帝王って本当最後の直線までゆっくりだよね。これに続くのがファンモア、その外からシュアトーン、その外にアイアンリー、まあ、オウにしろサッシーにしろさ、インバイト、この馬もこのグループ。さあ先頭はまだ、ここ直線短くね、スカイクリーク先頭に襲いかかってきました。シュアトーン3番手、最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。さあ取られた、手を先頭、差はほとんどありません。2番手はシュアトーン、先頭を捉えるか、あと 200m、 先頭はシュアトーン、スカイクリーク前出てくれ、出てくれ、あのうわーよかった、マノリー帝王もう一伸び、よかった、ゴールイン、マノリー帝王1着、2着はシュアトーン、世界の強豪相手に凱旋門賞も勝とうぜ。マノリー帝王、まさしく日本が世界に誇れる馬です。完璧だ。強いね帝王、本当にロドリゴ・デドリアーノ、すげえ大変な名前だな。よし、クライス行こう。まあ的場さん乗ってくれてるし。阪神競馬場、本日の第3レースの発走です。スタートしました。各馬揃った綺麗なスタート。さあ花を切るのはどの馬か。ストレートチェンジ、何やかんや、そろそろ勝てそうな気がするけどな。オースエクセル、それに続いています。さらにはマノリープライシス、10番レインボーソロン、その後ろアドマイヤガバナー、どうやら後ろからになりそうです。
ここまでほぼ平均ペース。展開への影響はなさそうです。前はストレートチェンジ、ここで先頭が入れ替わりました。大隅エクセル、ストレートチェンジ、2番手に控えました。サラトガラピス、これはかなり後ろからの競馬です。この辺りで後続がぐんぐん追い上げていきます。さあ先頭は大隅エクセル、ジェットキングダム続いています。ストレートチェンジ、その後ろレインボーソロン、その後ろ内からはブレイクグロー、というか今日はマノリーなんやかんや一番大事なのってバクシン王だよね。その後ろ内からはオートリーボール、その隣からはシャインオアシス、内からはアドマイヤガバナー、サラトガラピス、最後方4コーナーをカーブして、さあこれからです。大隅エクセル先頭、1馬身から2馬身のリード、2番手はサラトガラピス、先頭を捉えるか。残り 200m、 全然関係ねえけどブリトーを食べ てマノリークライシス、ブリトー美味しいよね。サラトガラピス差を広げる、2番手はオートリーボール、サラトガラピス今ゴールイン、段違いの強さです。サラトガラピス1着、2着はオートリーボール、名前好きなんだけどな、クライシス。サラトガラピス、まあまあ、しゃあないしゃあない。よし、ダンス行こう。追うか、追ってみるとあれだな。で、牝馬だったらアンダーソン乗せたくなるな。中山競馬場、本日の第8レースの発走です。スタートしました。エンシンウィッシュ、これはいいスタートを切りました。綺麗なスタートを切りました。ダッシュよく飛び出してエンシンウィッシュ花に立ちます。その後ろからはビクトリーチャーム、この馬も上がっていく構えです。さらにはロイヤルセナ、6番エンシントゥルース、その後ろマイヨジョンヌ、どうやら後方からの競馬。少々スローペース、昨日の動画でさ、チラッと話したけどさ、前はビクトリーチャーム、ね、まだ粘っています。2番手はエイシンウィッシュ、エイシントゥルース、3番手マイオジョンヌ、この位置から届くのかどうか。この辺りで後続がどんどん追い上げていきます。さあ先頭はもう動画も撮らなければ、間が空いてタイトシック、エイシンウィッシュ仕事もせず続いています。並んでエイシントゥルース、その隣からはネットは開いたけど、マイネルエーム、その後ろほぼ何にもしないで、その隣からはロイヤルセナ、1日15時間続いています。マノリーダンス、その後ろ、その外からはビショップノート、最後方からノースシャルマ。さあ先頭はビクトリーチャーム、4コーナーをカーブして、さあこれからです。RPG でもやりたいなと。メジロボイス先頭、引き離しにかかる。 RPG 作る2000のドラゴンファンタジーダウンロードして、前を捉えられるか。一気にマイオジョンヌ、メジロボイス、メジロボイス、1着、2着にはどうやらマイオジョンヌ。いや、なんか乗り切れないな、馬並みがな。マイオジョンヌわずかの差で勝利を逃しました。なんかこうのんびりとね、こう RPG やってたんだけどさ、なんか寝ちゃったよね。なんか すっげえなんか疲れが残ってて。今日大事だすよ、大事ですよ。ここは爆心を頑張ってね。ここ大事だぞマジで。阪神競馬場、ね、本日のメインレースのシャーないんだけど、もう帝王がいたからさ、今日はこれはコースタート、森さんがねそっち乗せたのシャーないんだけど、予想通りロックソング先頭か。これに続くのが AP ジェット、その外にベストウィナー、少し開いて占領役者、緑の帽子ナルシスノワール、その後ろ、これに続いてコメント来てたけど、ロックソングってのはスピードの女王って言われてるみたいですね。これに続くのがリンドホシ。さあ先頭は依然として2番ロックソング、リードは6馬身ぐらいあります。ロックソング一人旅、2番手はベストウィナー AP ジェット、3番手4コーナーをカーブして、さあこれからです。ロックソング先頭、3馬身から4馬身のリード、残り 200m、 ロックソング早いな。そうだ、リードは1馬身、後続の足色はどうか。2番手は檻のウィナーロックソング、フェイムオブラス1着、2着にはどうやらロックソング、勝ったのはフェイムオブラス。ちょっと不安が残りますよ。わずかの差で勝利を逃しました。レコード、そうフェイムオブラスは来るんでしょう、きっと。このなんだっけ、スプリンターズセックス来るでしょう。いや、まあやることは変わんないですよ。スプリンターズステークスですよ。ターボ抽選なの？
いや出れるでしょ、出てほしいですよ。ゼロの渾身仕上げはちょっと取っときたいような気もすんな。インディーはここ終わったら一周の放牧出してみる。そしたら中3周になるのか。けど賢さあるからな。ただ疲労感は鬱陶しいよな。あ、ごめん間違えた。一周、あ、明けの3周になるのか。まあ、これでいきましょう。今思ったけど京都大商店でいいの？なんか G1 出たくない？ちょっと後でいじっとくわ。いやー爆心王なー、なんとも言えないな。逃げでいこう。なんか一気にこう不安抱えちゃったね、スプリンターズステークスね。中山競馬場本日の第9レースの発走です。スタートしました。勢いよく飛び出したのはナリタウイングス。綺麗なスタートを切りました。ダッシュよく飛び出して、なんだかんだでスプリンターズステークス爆心王が足を進む気がするってコメントとかもいただいてはいるんですけど、上がっていく構えです。さらにはオースミトラベル連勝中のタイムトゥマンボ、その後ろ後方に控えたのがそれはなんか俺も感じるかな。前の方から先頭なんやかんや元気の逃げに持ち込めるでしょうか。パリノボレロ爆心王並んで連勝中のさすがだねみたいな、ね、タイムトゥマンボ。この辺りで過去は第1コーナーをカーブして第2コーナーに向かいました。一番人気のマノリーターボ現在先頭を進んでいます。大隅トラベル前走から久々の競馬となりますがどうでしょうか。もう一度先頭から、先頭はマノリーターボ、短期の逃げに持ち込めるでしょうか。すぐ隣にさあターボ頑張れ。 1000m を通過、ここまでほぼ平均ペース、展開への影響はなさそうです。先頭から最後方までおよそ20馬身、これは縦長の展開です。もう一度先頭から見ていきましょう。先頭はマノリーターボ、短期の逃げに持ち込めるでしょうか。先頭は依然としてマノリーターボ、全く持ち込める気がしてません。カニのボレロほとんど差がありません。タイムトゥマンボ3番手、さあマノリーターボこのまま逃げ切れるでしょうか。この辺りでターボ頑張れよ、ここで抜かれたら終わるぞ。さあ先頭はマノリーターボ、第4コーナーをカーブして、さあ直線コースに入りました。マノリーターボ先頭、あと 200m、 マノリーターボ先頭だ。いけるぞターボ、これでもなかなかいい。2番手はカニのボレロ、やはり強いマノリーターボ、やったーマノリーターボ1着やった、なんかちょっと押してもらった気がする。マノリーターボやったよ、ターボよくやってよくやってよくやった。ターボの勝ち嬉しいな。いいじゃないの、気持ちいいね。よしよしよし、いいぞ。ターボも出るか、スプリンターズステークス出るか、出ちゃうか。ゼロが圧倒的丸ですね。ここをビシッと勝ってエリザベス女王杯にかけましょう。阪神競馬場、ここに出走してきましたオークス馬マノリーゼロ、秋初戦はどんな走りを見せてくれるんでしょうか。ビシッと勝っちゃうんです。オートエトワール、これはいいスタートを切りました。綺麗なスタートを切りました。ダッシュよく飛び出してオートエトワール花に立ちます。その後ろからはワーキングパワー、この馬も上がっていく構えです。さらにはスイートドリーマー、いやー本当にあれだな、その後ろ。それでは先頭から馬並みにとってさ、何エルカーサリバー、マノリーセナの存在って相当でかいよね。位置をキープしています。マノリーゼロ、内からはエイシントゥーレ、さらにはスノースクワート、全然現役の時ダメだったけど本当に牝馬としての優秀ぶりってのはないよね。マスターカフェ、この馬もこのグループ、すぐ隣にカフェスカウト、これはスローペースになりました。追い込み勢には辛い展開です。先頭から最後方までおよそ10馬身、よどみのない展開になりました。さあ先頭はマーキングパワー、マーキングパワー、さらにリードを広げます。
2番手はエルカーサリバー、間を挟んでオートネトワール、3番手はゼロの成長型からしてね、果たして先頭を捉えるか、結構限界は来てんのかなって気はしてんだけど、1馬身から2馬身のリード、なんとか勝ってもらいたいね。先頭を捉えるか、やはりマノリーゼロ先頭だ。あと 200m、 マノリーゼロ伸びてきた。スノースクワート必死に追います。いやゼロ強い。2番手はスノースクワート、マノリーゼロ、この馬で決まりか。マノリーゼロ1着、マノリーゼロ完勝。横綱よりあれですな、2着はなんか安心感があるような気がするな。マノリーゼロ、さあエリザベス女王杯も頑張ってね。あ、まず秋華賞があるのか。お、いいね。はい、うんで、よし頑張ってね。インディ疲労が溜まってっけよな。まあなんとかなるべとは思ってるな。はいはい、うん、はい、真面目そうな青年ですな。はい、誰ですか。はい、へえ、そんなんがあるんだ。あ、はい、へえ、爆発力が失われるとかってことではないんだ。いいことなのかな。いいことなんだろうな、きっとな。悪い風には言ってなかったもんね。いけるとは思うよ、思うんだけどね。いや問題はさ、この後に俺が一周の放牧を入れたことがどう出るかだよね。こちらアメリカのルイジアナダウンズ競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。各馬まずまずのスタート。先行争い何が行くでしょうか。パーラ前に行きそうです。サンドピット、それに続いています。さらにはブロードコレクター、 G1 馬、オーシャンブレイン、その後ろデビルヒズデュー、どうやら後ろからになりそうです。先頭に戻りましょう。サンドピット先手を取りました。大きく離れました。オーシャンブレイン、すぐ後ろにカジュアルライズ、その隣にソルトレイク、その後ろからはパーラ、その外からブロードコレクター、なんかあれですな、海外のレースにしては、これに続くのがランドフォワード、すぐ後ろにシュアメンバー、つまんないコースだね、その後ろからはグランドキャメロン、並んで5番バイオモール、後ろからの競馬になりました。マノリーインディ、鞍上の手はどのあたりで動くんでしょうか。これに続くのがランニングシャトー、最高峰にデビルヒズデュー、各馬砂煙を上げてかけていきます。もう一度先頭に戻りましょう。このあたりで各馬第3コーナーのカーブに入ります。ここでソルトレイク、先頭に大丈夫？サンドピット、ほとんど差がありません。オーシャンブレイ、3番手、大外からオレンジの帽子、マノリーインディ伸びてきた。この辺りで後続がぐんぐん追い上げていきます。さあ先頭はイニキルよ、なんでサンドピット、最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。ここで先頭はオーシャンレイ、オーシャンレイ先頭、マノリーインディ、よし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 、いや強いな、安定感な、マノリーインディ、本当に帝王とインディ、この2枚看板もやばい。マノリーインディ見事な勝利です。海外の馬にも引けを取らないその実力を遺憾なく発揮してくれました。本当に安定感がある。さあ今日ラストだ。お、追うなんだ。ダート、北斗ベガってダート走れんの。
北斗ベガってダート走れんのか。なんとなく芝のイメージが強いけど、ダート走れんだろうな。これお任せにしてたら走れないのに出されることあるからな。新馬戦第5レースの発走です。クライシスでやってっから横一線綺麗なスタートを切りました。はいはいするからな。花を切るのはどの馬か。アローパーン前に行きそうです。シルクファイヤーそれに続いています。さらにはアローナイト、足毛の馬体、名称ライツ、その後ろマノリー、北斗ベガ、どうやら後ろからになりそうです。前に戻りましょう。先手を取ったのはアローパーン。1回さそのやられてっけどさ、名称ライツ全く適正ないのにダートに新馬戦で出されるってことやられたけど、マジックタップいちいち確認しないからね。向上面に入ります。一番人気のマノリー北斗ベガ最高峰です。やっぱり大丈夫だべと思っちゃってるもんな。先手を取ったのはハローターン、名称ライツ、それに続きます。ここで各馬第3コーナーのカーブに差し掛かりました。さあ先頭はまだ8番ハローターン、名称ライツ、ほとんど差がありません。断然の一番人気マノリー北斗ベガ差を詰めてきました。一気に先頭を捉えた後続も追い上げていきます。いけるのか。先頭はハローターン、もし行けなかったらダートは走れなかったんだなと思うからな、安心してくれ。第4コーナーをカーブして、さあ直線コースに入りました。ハローターン先頭、差はほとんどありません。これはダート走れる走りですな。さあ手応えはどうか。残り 200m、 マノリー北斗ベガ余力は十分、さらに引き離していく。2番手はハローターン、マノリー北斗ベガ独走。マノリー北斗強いね。マノリー北斗ベガ1着、2着はバローターン。芝はいけるの。これは物が違う。マノリー、これはもう絶対ダートいけるやつだったね。よし、いよいよ明日スプリンターズステークスだ。凱旋門賞もあるんじゃないか。凱旋門賞で10月2週だっけ。おう大臣頑張れよ。おいいね、長距離の適性がついてんのはいいな。古屋さんかな、古屋さんかな、特殊能力持ってるし。古屋、ここか。古屋さんでしょう。穴場とかがなんか生きてくる気もしなくもないよね。まあここは全然問題ないです。さあ明日頑張れよ3頭。頑張ってくれよマジで。調教方針、まあ基本的には弱点克服だ。でゼロはスピード、爆心王もう今さら距離適正もあれだからな。基礎いっとくか。フラワー距離適正いらねえな。スピード判明してないんだ。スピードで、サンダーの基礎なんて S だぜ。うん、とりあえず基礎上げとけ。あ、今日矢印ついてねえな。あ、まあ、いっか。はい、こんな感じで。よし、明日10月の2週までですかね。スプリンターズステークス凱旋門賞でもう十分でしょう。ちょっとレース数は分かんないけど、全然それで十分な気はする。
あ、10月3週にね秋華賞とかもあるし大きいレース、だからこっから大きいレースが増えていくのか。まとりあえず終わりますか。明日はスプリンターズステークス、勝とうぜ、何としても勝とうぜ。では終わり、バイバイ。